はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。本日も岸田政権を叩いていこうかなと思っています。まあ昨日は内閣支持率 14% を叩き出しましたよ、毎日新聞がということをね配信したんですけれども、まあ嬉しかったですよね。 14% はもはやね 0% と同義じゃないんですかと。で、不支持が 82% なんです。不支持 82% の世論調査ってすごいことですよ。統計学的に言って8割を超えるってえぐいことだと思うんです。もう8割を超えたらほぼ全員ですよ。右見ても左見ても支持しないという方ばっかりなので、これも 82% ですけど実質 100% と同義じゃないんですかと。つまりですよ、支持する 0% 不支持 100% だということをね昨日配信したと思うんです。まあ嬉しいし、ぶっちゃけ 10% を切る 9.8 とかね見たいですよね。まあそれぐらいのことしかやってないし、何もやってないというかね、ほんとひどいやってるふりというかさ、口だけなんですよ。ほんと口だけです。能登地震の救済もそうなんですけどね、あと政治と金もそうなんですけど、ひどいじゃないですか。聞こえがいいというか、ほんと言い訳ですよね。とにかくね、やっぱりお金を出したくないんでしょうね。口ではさ、その金に糸目をつけずきっちり出すとこは出すみたいなことを言ってるじゃないですか。財源に上限を設けずに助けていきますみたいな言ってるけど、実際やってることはさ、カッツカッツですよ。予算を組んでもさ、予算っていうのは組むだけじゃダメじゃないですか。使ってもらわなきゃいけないわけですよね、国民に。でも予算は大きく組んでるんですけれども、間口をずっと狭くしてふるいにかけまくってですよ、セグメントしまくって結果的にちょっとしか出さないようにしてるわけですよね。でも予算の話ばっかりするじゃないですか。1兆円規模の能登地震の予算を確保しますみたいなことを言ってるけれども、確保するのはしてもね、その1兆円を使うかどうかじゃないですかね。でもその1兆円を使うためにはめちゃくちゃ高いハードルがあるし、やっぱりね、その予算の大半という部分は融資貸し付けに回されるんじゃないかなと。回収できるお金になるわけですよね、そういう部分じゃないのかと。で、10分の10ですよ、ほぼ全額の補助金なんかはね、間口は広いんです。申請してください、どなたでも大丈夫ですよ、多重被災者の方は10分の10出ますんで申請してくださいとか言っておきながらですよ、実際に補助金を出すのはその 20% ぐらいなんです。平均すると残りの8割ぐらいの人はね、無視されるわけです。いや、これがダメ、あれがダメ、これを出せ、あれを出せなんてイチャモンつけられてさ、たまったもんじゃねえよなと思って。通常でもね、ほんと通常でも補助金申請、助成金申請ってめんどくさいです。大変なんですよ。これやったことがある人ならね、本当にそうそうって思うと思うんですが、どんなに小さい予算、小規模事業者持続化補助金とか比較的簡単なんですよ。比較的簡単なものでもまあまあハードルは高いですよ、未経験者はね。それがさ、店舗を10分の10というふうになると50万とかいう話ではないですよね。何百万何千万という話なんです。そういうふうになるとものすごいハードル上がると思うんですよ。それで今の現状は地震にあってさ、事務用品もない、パソコンもないとか、そういう書類を集めたいけれども、まずは足がないとか、いろんなことがハードルあるわけですよ。それを乗り越えてやっと申請出すんですよ。でもそのやっと乗り越えて申請出しても2割ぐらいなんです、補助金降りるのはね。残りの8割の企業とか事業の人たちはしかとされるわけですよ。そういう状況ですよ。だから間口だけ広げてさ、金出しますんで、お救いしますんでって、ずっと同じことを言ってますよね。で、政治と金もそうですよね。促しています、説明責任を果たすように促しています。促していますってどういうことですかと。もしもし二階さん、ちゃんと会見した方がいいんじゃないんですか程度だと思うんです。促すっていうのはね、命令口調ではないですよね。ちゃんと会見を開きなさいとかさ、政倫審に出なさいとか、そういう話ではないんですよね。だから二階なんかは全くそういう気配がないじゃないですか。政倫審出てやるぜみたいな空気感は出しつつも結局出ないんですよね。だからね、言ってることが本当適当というかさ、バカにしてますよ。なんか国民が間もなく忘れてくれるでしょと、あと1ヶ月もすれば忘れてくれるでしょというのを待ってるようにしか思えないわけです。国葬の時もそうですね。安倍さんの時の国葬も相当炎上したわけですよ。めちゃくちゃ炎上して、8月9月は大炎上したわけですよね。でも国葬終わって、国葬10月だったんですよね。もう11月ぐらいには国葬の話題とかピタッとやんだじゃないですか。まあああいうことを狙ってるんです。国民というのはさ、忘れる生き物
ものなんですよね。だからそれ待ちなんです。国民の記憶喪失待ちみたいな答弁で逃げよう逃げようとしている様がねめちゃくちゃ出てるわけですよ。その辺はね僕の国会中継切り抜き動画をね見ていただけるとめちゃくそわかると思うんです。で今回は内閣支持率と政党支持率選挙 .com をね皆さんに共有するんですが、注目すべき点が一つだけあって、次期衆議院選挙の比例の投票先ですね、2枚目の投票用紙に政党名を書くと思うんです。その比例投票先がなんとですよ、維新が1位なわけです。自民党を抜いて比例投票先1位ですよ。これ選挙 .com は電話調査とネット調査というものがあるんです。でネット調査に関して言えばですよ、自民党を抜いて比例投票先維新が1位なわけですよ。これもうおかしな話でね、どういうことですかと。あんだけ万博でやらかしておいて今もやらかしてるんですよ。あれ現在進行形じゃないですか。でつい最近ではさ、詳しくはちょっと覚えてないんですけど、万博会場のトイレですよね、便所というものですよ、トイレの改修費用が1基あたりとか1施設あたり2億円ぐらいと、何でしたっけ、デザイナーズトイレでしたっけ、有名な方がデザインするんですかね、トイレを。それがね1施設だと思うんです。だから男子女子みたいなさ、そういうトイレを1基2億円ということで、それ何基か作るんです。10基ぐらいありましたっけ、8基ぐらいありましたっけ、デザイナーズトイレというものが。もうねトイレにデザイナーズトイレまで、そんなものまで必要なんですかと。私たちが求める、日本が世界に訴えなきゃいけないのはデザイナーズトイレじゃなくて清潔感あふれるトイレですよね、ウォシュレットがついた。それを海外の人は感動するわけじゃないですか。だからそれでいいと思うんですけど、わざわざそこに何億円ですよ、1施設あたり2億円というものを8基とか10基ぐらい作るんですよ。それだけで何十億円ですよね。そういうことをやろうとしてるんです。無駄な金じゃないですか。普通に綺麗なトイレでよくないですか。その金を回したらどうなんですかとかさ、そういうデザイナーズトイレを作るとさ、着工期間というか施工期間長くなりますよね。普通のトイレとは違うわけですから。そんなこと考えたらさ、そこに大工さんとかさ、左官屋さんとかを持っていくんじゃなくて被災地に回してもいいんじゃないですかとか、いろんな思いがあるんです僕はね。のにもかかわらず、維新が比例投票先で自民党を抜いて1位に出ましたよというところをね共有して、嘆き悲しみたいなと思っています。これは選挙 .com の記事になります。次期衆議院選挙の比例投票先についてということなんです。これが本当悠々しき事態なんですよね。電話調査で一番高いのは自民党なんですよ、 20.3% ということですね。で続いて高いのが立憲民主党が 20% ということで、立憲は 3.5 ポイント上げての 20% なんですよ。だからまあ頑張ってる方じゃないのかなと思うんです。で自民党は 4.5 ポイント下げての 20.3% なので、まあ時事からというか毎日新聞でも自民党に追いついたので、時事からというかね、立憲にも少し風は吹いてるのかなというふうに思うわけです。でこの右側青い部分がネット調査なんですけれども、自民党が 8.8% なんですよ。 8.8 に対して維新ですね、ここ 9.4% なわけです。自民党を抜いて 9.4% ってどういうことですかと。でネット調査では立憲民主党 4.7% なので、そんなに大したことはないんですよね。だからやっぱネットが弱いなと。ツイッターとかね、 X ですよね、 YouTube とかも頑張ってると思うんです、立憲民主党も。で令和新選組は電話調査 3.8% でネット調査が 4.7% ということなので、まあまあいい数字を出してくれてるなというふうに思うんです。その証拠に国民民主党は 2.3% ね、とも 2.3% ということで、国民民主党よりも支持率が高い傾向。これはこの1年でだいぶ変わりましたね。昔は国民民主党の背中を見てたんですけれども、令和が背中を見せるような機会が圧倒的に増えていますので、時事からはついてきたんじゃないのかなと。まあ何にせよ維新のネット支持率が 9.4、 支持率というか比例投票先ですね、 9.4 というのは由々しき事態になってるんじゃないかなと。でこっちが内閣支持率ですね。電話調査が、強く支持する 5%、どちらかといえば支持する 14.5%、 これを足して 19.5% ですね。
でネットの方が強く支持するが 1.3%、 どちらかといえば支持するが 6% で合わせて 7.3% ということなんですよ。なんか電話調査でも 20% を切っています。でネット調査 10% を切って 7.3% ということで、どちらにしてもねめちゃくちゃ低い内閣支持率が出てるんです。今選挙すればね本当政権交代あるかもしれませんよね。ただし野党が連立政権という形にはなると思うんですけど、まあということでネット調査自民党を抜いて維新がトップに躍り出たということはね本当に不愉快ですよ。不愉快、本当に皆さん分かってるんですかと、とんでもないですよと。維新の中にはね国会議員というよりも YouTuber 議員みたいな人もいますよね。なんとか北俊というやつですよ。とんでもねえやついますよね。 YouTube をしっかり頑張ってるのはいいと思いますよ。でもねああいうことがネット調査の数字に現れてるのかなとも思ったりするんです。私たちは見ててね、なんとか北俊議員ですけれどもムカつくじゃないですか。もう動画を見るだけでなんでこいつうってなるんですけれども、まあ若者とか30代とかにひょっとするとねあれが受け入れられてるのかなと、支持率というか投票先の投票率にね貢献してるんじゃないのかなというふうにも思ったりするわけです。だからこそね立憲民主党とかもっとネット頑張るべきですよ。頑張ってないとは言わない、頑張ってる方なんですけど、ちょっとねそのベクトルが違うんじゃないかなと。だから立憲民主党の中にいるねそのなんていうんですか、動画広告とかいろんなものを扱うメディア関係を扱うプロデューサーみたいなチーフマネージャーみたいな人がいるのであればさ、その人があまり分かってないんじゃないかなと、マーケティングが下手くそなんじゃないかなと思ったりするんですよ。そこさえ頑張ればね立憲民主党もっともっと伸びる要素はあると思うんです。ということで今回はね維新が自民党を抜いてトップに躍り出たよというねもう由々しき話を皆さんに共有しました。以上です。ありがとうございました。